皆さんこんにちは。賃貸王崎オリジナルキャラクターのマカスくんです。本日は奈良市大安寺にございます物件のご紹介となっております。まずはこちらの玄関のスペースからご紹介させていただきます。こちらの玄関ですね、大変このように広々としておりますので、シューズボックスなど置いていただけそうな広さになっております。そして、すぐ隣にございますのが水回りのスペースとなっております。まずはこちらお手洗いですね。そして、こちらにはシャンプードレッサー付きのワイドな独立の洗面台がございます。そして玄関を挟みまして、こちら側にマカス君おすすめポイント、嬉しい室内の洗濯機置き場が確保されております。そして、奥の方にですね、おしゃれなタイル張りの浴室がございます。浴槽の方も肩までしっかりと使っていただけるサイズとなっておりまして、体のね、芯から温まっていただくことができるようになっております。それでは気になるダイニングキッチンのスペースですね、こちらになっております。キッチンの方はこちら使いやすいオープンなタイプとなっておりまして、こちらに2口タイプのコンロを置いていただけるようになっております。このようにですね、上下に収納スペースが確保されておりまして、こちら赤色のね、タイルがとっても爽やかなおしゃれなキッチンスペースとなっております。こちら側には冷蔵庫や食器棚などを並べて置いていただけるスペースがございます。この間にね、ダイニングテーブルなども置いていただける広さとなっております。そしてお部屋の方、まずこちらは6畳のお部屋となっております。和室のお部屋となってますので、寝室などにもぴったりですね。さらにこちらの面すべて収納となっておりまして、このような半減分の収納とですね、こちらの、1件分の収納、そして上の天袋までですね、しっかりと使っていただける収納豊富な物件となっております。そしてこちらは洋室のお部屋となっております。こちらはね、収納などございませんので、お部屋の広さをフルにご活用いただけるようになっております。さらにバルコニーの方は東向きとなっております。朝からね、日が入る明るいお部屋ですね。こんな感じで出幅もしっかりとございますので、お洗濯物もたくさん干していただけるようになっております。そしてこちら隣のお部屋も6畳の和室のお部屋となっております。こんな感じですね、大変綺麗な、室内となっております。こちらからもね、バルコニーに出ていただけるようになっております。最後にマカス君よりお知らせがございます。奈良のおもてなし奈良おころ賃貸王崎では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。